はい、和正です。今回の動画は、皆さんメダカの飼育されていますよね。この動画をね、見ていただいている方のほとんどの方がメダカ飼育をねされている方だと思います。自分もね、こんな感じでメダカを多く飼育しているわけなんですけども、このメダカたちがね、世の中に、迷惑をかけているということで、注意喚起の、動画となります。自分たちはね、メダカ飼育を楽しんで、こういう感じでね、いろんなメダカがいて、ほんとね、毎日癒されていると思いますが、このメダカが、一般的な方には迷惑といった感じで、かかってしまっているので、今回はね、そういう動画、警告じゃないですけども、注意喚起の動画となりますので、よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。いや、そうなんですよね。この改良メダカたちが、一般的なこのね、メダカを飼育していない方たちにとって、迷惑を、かけているというお話なんですけども、少し前ですね、X の方で流れてきたんですけども、改良メダカが琵琶湖の方にね、現れたというポストをね、見ました。ついにね、琵琶湖の方にも改良メダカが、現れてしまったという報告の、ツイートと、なっておりました。いろんな川でね、改良メダカが、発見されているんですけども、本当ね、この第3の外来種と言われているんですけども、改良されたメダカが、自然界に、行ってしまっているということで、今後ね、最悪飼育や販売が禁止になるということもね、ゼロではないのではないかなと思います。去年の動画で、お伝えはしてるんですけども、役所というかね、そこに電話をして、改良メダカについて、ちょっと聞いてみようと思って電話して確認してみたんですけども、そこではね、改良メダカが、自然界に行っているということは分かりませんみたいな、お答えをいただいたんですけども、いろんな方がね、ポスト、X ですね、X の方で改良メダカ川にいましたっていう報告をね、結構見るんですけども、自然界にね、かなり流出してしまっているんではないかなと思います。自分たち飼育者、このね、改良メダカの飼育者は、純粋にね、メダカの色であったりとか、形ですね、非常に楽しんでいて、繁殖力も高いので、誰でもね、簡単に繁殖できる、そういう楽しみをね、やっているわけなんですけども、メダカを飼育していない方からすればね、もう自然破壊をしているだけと、いうふうに思われていると思います。綺麗ですけどね、綺麗ですけど、やはり、既存の、メダカたち、黒メダカたちですね、その住処を奪っている、奪っているというか、遺伝子を汚している、結果になってしまっているので、今後ね、締め付けなんかが行われてくるんじゃないかなと思います。そうならないためには、やはりメダカを、この改良メダカを自然界に流さないようにすること、溝であったり川であったり、メダカをね、絶対に逃がさないということが大切になるかなと思います。特にメダカ飼育の初心者の方とかからすればね、メダカはメダカだろうということで、殺すこともできない、飼うことができなくなったことで、もうかわいそうだからといって、そうやって川とか溝に流してしまう、逃がすと
いう行為を行うとは思うんですよね。メダカをね殺すのはかわいそうだから逃がそうと。それはね大きな間違いなわけで、これは自然界にいるメダカではありませんので、責任持って飼育する。もし飼育できないのであれば熱帯魚屋さんやメダカ屋さんに相談して、もらうこと、引き取ってもらうことが大切じゃないかなと思います。近くにねそういうところがないと言われる方はもう改良メダカなので、責任持って殺すと、いうことをねする必要があります。かわいそうだからといって川や溝に流す行為は自然破壊を、するだけになりますので、責任持って、飼育をしていただきたいなと思います。いやーちょっとねだいぶ進んできていますよね、自然界に。なので何とかね販売する方も、やはり注意喚起をしていく必要があるんじゃないかなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回は改良メダカが自然界にね流出して、迷惑をかけているという動画となりました。自分たちはね純粋に楽しんでいるんですけども、やはり飼育していない人からすればもうね改良メダカなんて禁止にしてしまえばいいと、言われて当然だと思います。自分たちは、こうやってねメダカの改良メダカの飼育を楽しんでいる、そしてね販売もやられている方もいると思いますので、このね楽しいメダカ飼育がねずっと続くように自然界を、にメダカが行かないように、していくということがね大切かなと思います。初めて飼育する方とかも、本当先ほども言ったんですけども、川にいるメダカと一緒という認識であったりすると思います。ふとした時にメダカの卵が、溝に川に流れてしまうということもねあると思いますので、ここはね多くの方が、飼育している多くの方が、注意、していく必要があるかなと思います。いろんな方にね、教えていく必要があるかなと思います。はい、というわけで今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画が少しでもいいなと思われた方、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。